自然現象、怪奇現象ではなさそう。こんばんは、やっほー。イベントねありがとうございました。2週間よかったなって思った方、よかったですはい、私もちょっとね、はい、頑張りましたはい、楽しかったなって思った方も、はい、来てくださった方ありがとうございました。また今日は7時半頃からお礼のねお手紙をね書きたいと思います書きたいと思います。読み読み、なんか書いたんだけどまとまらなすぎて、後で説明するねゆずきちさん楽しかったよかったよかった、惜しかった、あー惜しかったね、楽しかったじゃなかった惜しかった、うん、ありがとうあ、元気、じゃあ元気です、いい、こんばんは。いやー皆さんの応援のおかげで今のアピーここにいますのでね、ん、手紙の内容いやそう、ほぼ考えるみたいな感じになっちゃうんだけど、いや文案は考えて、わけわからなくなってたらごめんね、メモみたいな感じになったから、うん、なんかねすごいね、おめっちゃあるんよ違う、みんなが考えるんじゃなくて、みんなの違う、みんなの前で読む、こんなにあるから、そう、授業中も本当に考えてた、ずっと書いてたもん、ずっと書いてたもん、授業全然聞いてなくて、なんか当てられはしなかったんだけど、なんか班で考えてくださいって時も、いやーどうしようみたいな、でとりあえずどうって言われたら、あーうんそうだねってちょっと今日は本当に手紙のこと尽くしで、全然授業聞いてなくて、なんかその班はどうですかみたいな、もろくじ言ってよみたいな、え、なんで私みたいな、え、私何にも言ってないみたいな全然聞いてなさすぎて、もう他の子が言ってって言った、言ってくれました。しかもね、そろそろで席替えないよ、1ヶ月に1回席替えするってやばくないうん、思ってるいや、許してって言って許してもらってます。社会の先生なんかはあれよ、授業ごめんなさいって言ったら、はい、次から気をつけてねぐらいそう、刺されたらお星様ありがとうそれもうめっちゃ言ってるやんそうそうそう、一番好きな席、嫌な席、一番好きな席は窓際の、一番窓際の自分のロッカーに近いんよ、そこが。で外も見れるし、でなんか自由だし、しかも全然人に隠れちゃう場所だし、カーテンにも、カーテン、あ、そうそう、聞いて聞いて、私ね超絶眠い時ね、バレないように聞いてはいるんだよ、でもね聞いてる角度すごいこういう状態窓際の時あったのよ、窓際の時ね、こうやってね、なんかここにね、ここにね手すりみたいなところがあるのよ、でそこの手すりと自分でさ手すりとここの中に壁、その間のここに入ってカーテンで自分の顔を隠さないけど、隠さないようにこうやって出して、ここでこうやって出てるいや聞いてるよ、聞いてるんだけど
で、あの前の子にやめなやめなって言われ、まあ大丈夫大丈夫っつってでもね結局ねバレてる時もある。それでね一回寝ちゃったことあって、寝落ちしちゃったのよ。やばいと思って、で先生があの近づいてきた音がしてガバーって起きたのよ。で頭ぶつけた頭ぶつけた、マジでゴーンって言ってみんながうんって見ちゃって、もう本当に、いやあのね寝るのがねすごい上手な子がいたの。寝るのがめっちゃ上手な子がいたんよ。あのね鉛筆持つじゃん、ちょっとさ書いてる風にするじゃん、こういう状態で寝るのよ。なんかしかもその子めっちゃ髪長いんよ、ここら辺まで隠れるわけよ。なんかあのショートなのにここら辺まで隠れるけん見えないんよね、どこ向いてんのが。でけんこういう状態で寝てる。で固まってるからペン動かないんよ、ペン動かないから結局のところねバレそうになる時がある。一番最初の4月の時からその子寝てんだけど、その時はこうなっちゃってバレてた。でもね最近めっちゃ寝うまいんよ先生が知らない寝てるんよ、すごくない？先生見てないといいな。一番前で寝たことあるマジ？いや寝てたんよ本当に、寝ててうとうとしてて本当にすごいまあちょっとねあの寝ないよ。あ目もまぶたにうまく目、あそうめっちゃ絵うまい子いるけんその子に頼んでみようかね。うん、前に髪を前にこうやってこうやってしたらバレなさそうだよね。こうやってさくてってくて、おかしいだろサダコそういう子いない？なんかこうやって髪出そう子。私ね髪結ばないとね怒られるんだよね、校則違反なの。成績1にしないでくださいうんごまかす、きごまかす12秒、確かに逆に目立つよね。そうだね逆に目立つよね。今日さみんなに紹介したいのあるんだよね。去年も紹介したと思うんだけどさ、これは何でしょう、これは何でしょう。もうすぐ中二になる、中二病にはならないように気をつけます。桜抹茶って書いてあるんだけど、グラファリーフってグラファリーフや、グラファリーフあれだ、あれじゃんあプリン、プリン手話でね、プリン、そうこの間教えようと思ったんやん。プリンってこうやってるのよ、あのサイレントのドラマでね見てね教わったんだけど、プリンゆらゆらしてる。姉さんありがとうございます、ラテ。違うよ、正解はねチョコレートが引っ掛けてあるよあのナッポキーです。11月11日生まれのなっちゃんです。ポッキーの日です。うめいギャル的な口調、いい感じ。あの桜抹茶去年もねきっと食べたはず、去年も同じ時期ぐらいにオーディションの頃にね食べたはず、食べたよ多分だけど。でも桜のさコロ
ーンを食べたよね。私桜抹茶のコロンを食べたよね。ちょっとね私も記憶があやふやなのできっとそうで、あの食べていきたいと思います。美味しそうだよね。覚えてない？マジか。確かに1年前だとね、さすがに覚えてる人とかも少ないかもしれないね。今度から1年この1年後にまたあの会ったら紹介するけん、みんな覚えておいてね。1年前に紹介したやつって言ったらこれっていうの。あ、モアポッキー、モアポキー、モアポキー、モアポキー。うん、来年のために皆さん、はい、覚えておいてください。桜抹茶のモアピポッキー。ゆずきちさんバラありがとう。ポッキーのアピです。ポキのノアピポッキー、ノアポッキーです。ノアピポッキーです。うん、そう、新垣結衣さんのね CM ポッキーね。そう、あのノビその CM 見ました。ノビもポッキーの CM に出てみたいですっていうのをポッキー最初に紹介した時からずっと言ってるんだけど、最初のうちポッキーって言えなくて、ん、言いそうじゃない。ポッキーのね、はい、この CM に出てみたいです。ナビね、新垣結衣さん好きなんですよ。そう、バラツバラありがとうございます。バラツつぼみバラありがとうございます。あ、紹介されたな。そう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 、ま、お抹茶本当に好きで、お茶会とか着物を着てね、お茶会とか行ったりとかしました。開封、これ8パック、あ、8パッケージ、8パックス、パッケージ、うん、そうだね、ポッキーやよ。あげるぞ。はい、どうぞ。あ、長尾りおちゃん、あ、長尾りおちゃんね。うん、なんかそのスクールの時に同じ亜種なんですけど、その一緒でね、スクールは一緒なんだけど、でもね、かぶってなくて、時期が。そう、なんか入れ替わりなのか、ちょっとその前にね、あのいなくなってしまったそうなので、かぶってなくてですね、会ったことがなかったんですよ。で、今回初めてお会いして、すごくね、嬉しかったです。あのオーディションの頃にね、来てくださって、で、まあ、今回ちょっとあのね、そう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 、そうなんですよ。じゃけんね、あずみちゃんとすごく仲良くて、同じスプラッシュだったのでね、そうそうそう。でもなんかノアピのダンスが好きっていう風に言ってくださって、本当にあのずっとね言ってくださって、本当に嬉しいなって思っておりますでございます。そうそうそう、楽器を突き刺しました。アッシュにね、半年だけ、半年じゃけん、だいたいさ、半年ごとにね、期がね、来るのよ。私46期だったんですよ。45が春で、46が秋に入って、私秋に入った人なので、
46期なんですけど、47期が入る前にマーペは辞めました。そう、じゃけん、そう、マーペはかぶってないし、なんかすごく早く卒業しましたあの最短記録、うん、最短卒業生なのか、まあ、私もまだわからないけど、はいはい、ちょっとね、今回カレー屋さんとお会いできたし、かすみそうとステラさんと、はい、会って、そのカレー屋さんとね、お写真撮るときにマーピのことをね、褒め褒めしてくださる方とかもいらっしゃって、そう、スタイルとかダンスとか、そう、本当にずっと見てしまったとか、そういう風に言ってくださって嬉しかったです。なんか、あ、嬉しいやっぱそのスタイルが良かったから、その見とれてましたってね、言ってくださった方がいらっしゃって本当に嬉しかった。やっぱ一応ナーピの武器の一つでもあるので。こんばんは、こんにちは。おー、みつきちゃんじゃなかったんかーい。カレーのに好みの子がいた。あらまー、できちゃったのね。ふん。そうね、ビビるよね、多分ね。だって気あのさ、イベンあのさ、フェスさ、すごい面白かったんだけど。コールがさ、すごいね、あのね、MC 中にね、ナーピが、ナーピの目の前の人がね、ナーピーナーピーいいよーみたいな人がいて、あって、面白かったんだけど。で、聞いたよね、絶対。絶対みんな聞いてたよね。ナーピーグチョブみたいな人がいて。僕にあの、会いましたよ。可愛かったです。あの、その方にもね、お写真撮りました。ほめほめしていただきました。いめっちゃファンじゃんって思うじゃん。ね、あのね、マジで面白かった。30分だよ、ありがとう。30分これあっという間に10分だね。うん、いや、それもそれですごいコール嬉しかった。コールね、あの本格的なコールが初めてで。フェスのコールしたことあるんだけど、そう、うん、なんか、あ、自己紹介あるじゃん、自己紹介でツイッターあげたんやけど、シュキ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 言ってください。あの、なんか最初全部言ってもらってもいいかなと思ったんだけど、あ、言っていいかと思ったんだけど、よくよく考えるとピピ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 みたいな感じで、あのなんかあのピピピピピピピって始まるのがすごいバラバラになったら嫌だけん、一番最初だけのピュー言ってあげる。あのピピピピピピピって言ってあげるけん、そう、そっからはみんながリズムに合わせてノーアピシュキ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 ノーアピイエーイって言ってね、シュキシュキシュキはナーピに向かって言ってるけん、あれよ、みんなが言う言葉であるんだよ、うん、ノーアピノーアピってやるけん、はい、よろしくお願いしますで、イエーイはもちろんみんなで言うけん、イエーイよろしくね。あの、かえ、あのね、盛り上がらないと思った。そうそうそう、うん、もう全部叫ぶ、よろしくお願いします。あと手拍子、あの手拍子が少なくてコールになっちゃって、それが今までの手拍子が、あの手拍子とコールでよろしくお願いします、ぜひ。なんかちょっと恥ずかしいあ、違う子向いている、よろしくお願いします。手拍子もよろしくお願いします。
手拍子ないと盛り上がんないと思った。これもよかったけど、なんかピピピピピピの時に盛り上がらなくて悲しかったので。ではみんな練習しよう。音を拝借よーほ。ピピピピピピ。っていう手振りにするけん、よろしくお願いします。うん。イエーイを全力で言いましょう。それでは、ちょっとね、まあ、そろそろ、手紙のね、時間に参りたいと思います。はい。手紙というか、まあ半分結構メモなので、見たりするけどほぼアドリブになってしまいます。はい。なのでわけわからないことが、わけわからないなって、何言ってんだろうこの子っていうところもあるかもしれませんので、そこはご了承くださいませ。はい、ごめんなさい。お手紙まとまらなすぎて長くて、まあ、チラチラちょっと見ながらなのでご了承ください。それでは行きたいと思います。ラブレター、お礼レターテロップに書いたお礼、お手紙聞きに行きました。では行きます。そう、メモ書きなんだけどすごい長くて、ペラって言う音聞こえる多分そう、なんかまとめて書いてちょっと見やすいようにやったのよ。ね、1年2組、それ私小学校の時のクラスなんだけど、え、怖っ、え、担任じゃあ行きます。はい、それではまずドキドキ。皆様超重大の、はい、イベントオーディション、たくさんの応援本当にありがとうございました。いつもいつも、まあ、しっかりと言うね。ノアピがこのイベントに出る時とかは、イベントをきっかけにそのノアピを知っていただく、そのね、たくさんの方にノアピを知っていただき、緊張するよ。まあ、ノアピのことを見ていただけたりとか、好きになってもらえたらいいなっていうふうに、そういう気持ちでいつもノアピはイベントに参加しております。で、まあ、今回はそれにそのプラスして、オーディションの時からそのね、はい、オーディションの時からまあ、自分よりね小さい子とか、そのね同世代の子とかにもその STU のことをもっともっと知ってほしい、好きになってほしいっていう、そういうお仕事もしてみたいなっていう風にノアピは思ってたので、今回その夢がねあったんだけど、その夢に少しでも近づけるんじゃないかなって思って、今回ちょっと参加してみました。で、今回その私予選2グループに出たんですよ。で、予選2グループの方々がすごく強いよっていうのを聞いた時にね、この風の噂ですごい聞いたんだけど、その時に強い、あーなるほどそうなのねって思ってて、そのそういうそのなんかそうなんだねっていう気持ちと、ちょうど3期生さんのオーディションとね、ちょうどね重なってたんですよ。だからその今のそのファンの皆さんは、ファンの皆さんじゃない、ファンの皆さんは3期生さんに多分きっと夢中でその集中してるんじゃないかなっていう気持ちもあったけど、なんだろう、それでもまあ星集めとかには来てくださるじゃないですか。で、それでまあちょっとね、ちょっとノアピのことを回してもらえたらいいなって思ってたし、その佐々木生さんのとこ行くからナピのところは来てくれないかもなってね思った
ったし、私はその今さマピメンバーさんになったじゃないですか、メンバーになったじゃないですか一応。でもそのメンバーになったのに来てくれないって、それはすごく寂しいなってやっぱのぴは思ったけど、そのでもそれでもね、そうね、たくさん来てくださって、あのいつもと変わらずイベント自体は一生懸命楽しく頑張ろうって思って、そんな気持ちで今回のイベントスタートして、そしたらですね、ちょっとね先輩方とかがすごく応援してくださったり、ファンの方の、はい、ファンの皆様のご好意で応援ツイートをしてくださったりとか、お日様が今回 STU で出てないから、いろんな方々がのアピのルームに応援しに来てくださったり、その本当にこの2週間毎日のアピのルームはありがとうございますとか、感謝でいっぱいです、嬉しいですとか、そういうすごい、なんだろう、なんて言ったらいいの、そのさ、みんながみんなも、そのノアピも見てる方もみんなみんな幸せというかそう幸せになる言葉とかがすごく溢れてたんじゃないかなって思います。ナピはそのこのルームにそういう言葉とか幸せになるようなことが溢れてたっていう風に感じております、はい。で、今回ね、その、まあ、自分のお仕事の、ね、予定、スケジュールとか、自分に与えられたこの時間、区切りの限りの時間の中で、ノアが自分が考えられる最大限の回数とか時間、で、まあ、たくさん配信をしたって思っているし、なんだろう、イベント終わった後の後で絶対後悔だけはしたくないなって思ったから全力で頑張ってイベントに向き合った2週間だったなって、やりきったなって思ってます。はい。で、そのお星様をね、ナピのルームで集めて に来てくださった皆様、違う違う、ナピのルームにナビのためにそのお星様を集めてくださった皆様、そしてね、忙しい時間の中、朝から夜、ね、朝から夜まで本当に皆様ありがとうございました。最後の日のね、夜をね、舞台ギリギリまでその配信ができたのはやっぱりメンバーさんやそのスタッフさんとかの本当にお心遣い、ね、のおかげで、そのお心遣いのもそのなんだろうあったから、できる限りのことを、まあ、最後その最後させていただいてたなってナピはその思っております。そういうそのことにはすごくナピに感謝してるし、一息置いてで無事イベント舞台に出発することができました。本当にありがとうございました。で、まあやっぱね、はい、結果を見た後とかはすごくね、やっぱ心苦しい気持ちでいっぱいになったし、悲しいって思ったし、まあその皆さんにはごめんなさいと思って、そのまあ
家に帰ってきて涙も出たし、すごいそうだったけど、でもなんかそのそれと同じぐらいアピは今回すごく本当に幸せ者だなって思いました。そういう気持ちもすごく大きくありまして、嬉しい気持ちと感謝の気持ちと、すごいすごい皆さんへのそういう感謝の気持ちとかですごい溢れてました。最後までたくさんたくさんの応援本当にありがとうございました。泣いてもナピは可愛い。私はねこの役いてね、まあいろいろとその、まあ、例えばお話し会の感謝枠とか完売数とか歌唱力とかこのそのまあショールームとかのイベントとかで花垂れとかさ舞台に立つ順番とか回数とかそういうのでやっぱり誰も悲しい気持ちになることがその研究生4人の中では一番多かったから、3期生が入る前に本当その入る直前にまあ1年記念にもなるような時をにそのノーピーにも一つ大きなプレゼントをくださって、本当に皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。で、まあ、今回のイベントのランウェイとかもランウェイは最後の最高の最後じゃないよ、最高の思い出にしたいし、少しでもナピっこいいとかそれで思っていただけるように初めてのダイエットとかにも挑戦してみようかなって思っています。なのでホテルの時にすごいダイエット法とか調べてくるくるのね一緒に参戦してやりました。やっぱね楽しくねダイエットできたらいいなって思っております。全然ねその筋トレとかもやってたけどダイエット法っていうのを知らなかったのでいい経験になるんじゃないかなって思っております。あと、皆さんに最後にちょっとお伝えしておきたいことがありましてですね、それは今回私がそのこのことに関しては勘違いしてないよっていうのを皆さんに、はい、伝えておかないとなって思っていることがねありましてですね、それはね今回の応援はナピのことを別に好きじゃないとかその別に好きじゃないよっていう方っていう方も思っている方もたくさん来てくださってたりって来てくださってたこととかそのナピのために応援に来てるわけじゃなくてそのっていうそういう気持ちの方とかも多いっていうことをナピはちゃんと分かってるよっていうことでございます。先輩方のおかげで来てくださったりとか推し様が今回出てないから特別に応援に来てくださったりとか、マーピのことは嫌いでも STU のことが大好きだから STU のために応援に来てくださった方とかいろんな方の応援があって予選も3位
3位っていう、本当に初めてそういうそのような順位をいただけたりとか、決勝での1位を見させていただいたりとか、それは本当にちゃんと心得てるし、その決して私に力がついたからだとか、ナビに人気があるからだとかそういう風には思ってはおりませんまあそれはすごく分かってるし、その分かってるから寂しくもあるけど、まあ、そんなことないって言ってくださって本当にありがとうございます。でもそういう方もきっといらっしゃると思います。で、いつかまたそのいつかのノアピをもっと好きになっていただけるように、今日からまた一つずつどん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 頑張っていこうかな、頑張っていこうってのアピは思っております。今そののアピがまたね助けてほしいって思った時に、のアピならいいよとか、のびなら助けてあげてもいいかなって気持ちよく思ってもらえるようなそのファンの方から、いやそのメンバーさんなど多くの方から愛されるような人になりたいなって思っております。でも本当に皆さんたくさんの応援ありがとうございました。今回のアピがね何より本当に嬉しかったっていうのは、一番配信時間とかも不利だったし、まあいろいろとお仕事とかも重なった、その限られた時間の中で合計ランキング 100位の方がのポイントが9人の中で、今回その決勝に残ったみんなの中で一番だったっていうことがすごく嬉しかったです。それだけすごくたくさんの方が星を大変すごく大変な星集めとかしてくださったんだなって、本当にそれが何よりのアビにとっては嬉しくて、今回正式な順位では4位で、それが悔しくないかって言われると、それは本当に嘘になるけど、でもナビの中ではナビがっていうか、自分自身がというより STU がの STU48 が一番だったんじゃないかなって思ってます。本当にありがとうございました。ちょっとね今回の俺はこの3月中に生きたらいいなって思っております。ちょっとねそれまでに準備できるように、はい、準備したいなって思っておりますので、ぜひ3月中にまたのアピのルームに遊びに来てください。今後とものアピのこと少しでもほんの少しでも気にかけてくださると嬉しいし、
マーベのルームに少しでも来てくださると嬉しいなって思います。よろしくお願いします。本当に今回イベントこの2週間本当にありがとうございました。これで終わります。はい、ちょっとね泣かないように泣かないようにと思ったんだけど、いや本当にありがとうございました。伝わった？私もね何言ってるのかね途中で分かんなくなったりしたんだけど、分かった。今回のイベントを通してマーヴィのことをそのマーヴィ見てくださって、いろいろな特技とかこういう配信なんだなっていうのを知ってくださった方とかもいらっしゃると思いますし、その先輩方のメールとかあと応援アカウントのツイートとかで見て来てくださった方とかもすごいたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思っております。そして STU 推しの皆さんもナビのルームに星様を投げてくださったりとかもしてくださったんじゃないかなって思っております。ありがとうございました。メール、あ、メール、ごめん明日送るよ。ごめんごめん、今日はちょっと手紙に命がけてたから全然ちょっとやばい。ごめん宣伝してね、この顔で宣伝する。メールをよければはい、撮っていただけると嬉しいなと思います。今日が一番おすすめの日です。なぜならば3月1日です。よろしくお願いします。で月ごとに変わるみたいな感じなので、マリが、はい、区切りみたいなのが、はい、そんな感じらしいので今日が一番おすすめの日となっております。はい、メール明日送ります。ごめんなさい。ちょっとね今日は難しそう。お、継続してるよ、ありがとうございます。まだちょっと変なボタンを押さないようによろしくお願いします。変なボタンを押した時点でノープ発狂するのでノープ発狂するので、はい、ノープ発狂したくないから。あとごめん、ノープね泣くとね鼻が赤くなるんですよ。なのでねトナカイです。知らない方初めてこれで知ったんじゃないかなと思います。そう、泣いたり寒かったりすると鼻が赤くなるんですよ。なのでここら辺ね、なんか トナピっていうあだ名はそこから来てます。いやー、そう、今もなってるでしょ。見るな見るな。トナカイになるんですよ。やめてスクショしないで、今日は絶対あんまスクショしないでください。泣いてる前の写真をあげてください。そう、トナピはね鼻から来て鼻もそうだけどね、そうだね。で、まあトナカイの鹿だからマーピシカってかけてます。はい、STU4 データメールピピピ通信、返信はお名前、ラジオネームでもいいのでお名前
ショールームの名前でとか、はい、ツイッターの名前でよろしくお願いします。あの書いてないとね、マジでこれ誰だろうって思っちゃうので、はい、返信は名前必須。私もね、誰の返信かすごい待ち遠しいので、返信いただけるとすごく嬉しいです。返信、それはチューして、はい、名前書き書きよろしくお願いします。今日から3月ということで、皆さんもうね、ご登録している方もご登録してない方も今すぐご登録いたしましょう。はい、すごいね、一番おすすめな日となっております。よろしくお願いします。うん、人間ってそんなに人誰でも赤くなる？マジ初めて知ったかも。あんまさ、友達の泣いたとことかあんま見たことないけど、書いてる方とかもね、書いてますね。はい、本当にありがとうございます。そう、どうやってメール取るんだって思う方は、公式ホームページのね、右上にボタンがあるのですけれども、そこの STU48 メールというマークからご登録をお願いいたします。ノアピちゃんをきちんと、ノアピちゃんを選択していただきまして、ノアピちゃんのメールを取っていただけると嬉しいです。皆さんありがとうございます。誕生読みます。 First is Ryo さん、 Second is Nao さん、 Third is Tamiya Pi さん、 Fourth is Yuzukichi さん、 Fifth is Koko Pi さん、 Sixth is Nozumiyoko さん、 Seventh is Kanda さん、 Eighth is Eriomaru Pi さん、 And Ninth is Yasuku さん、 Tenth is Atsuyoshi さん、 Eleventh is Tsukinbaga さん、 Twelve is Uguichi さん、 Thirteenth is Yobita さん、 ありがとうございます。ガチさん、カエト、カクさん、ノミヤゴさん、メロンパンさん、カンズさん、ナオさん、タナメピさん、ボチジョーさん、エリアルマヨピさん、ありがとうございます。サルトピさん、ありがとう。皆さんすごいたくさんのギフトありがとうございます。ありがとうございます。では、皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。今日これでちょっと伝わったらいいなと思っております。また明日よろしくお願いします。ありがとう。バイバーイ。またね。ありがとうございました。おやすみ。